っても大体うまくいく瞬間ってありませんか？この時がまさにそうだったと思います。この直前にチャーチルがイタリアで対空戦車道を敷いた私のテンションは有頂天だった。あんな変な戦車でも絶対だから他の車両でやるのなんてもはや簡単。そう、早い話が調子に乗っていたのである。しかしそんな調子に乗った私にとってこの程度の射撃はもはや外れる気がしないのであった。さあ、今日もいい天気。あ、青い。空が青すぎる。最高にクールだぜ。空だけでねえ。俺たち戦車の荷に立って天井が空いてることはたまにあるか。横の風景をしっかり見れるってのはほとんどねえ。しかもこいつはバイザー越しとか雑なもんじゃねえぜ。壁が、壁自体がない。おいなんなんだこの変てこな車両は、戦う気あるのか？まあまだそういう段階の車両じゃなかったってのは事実だな。ただの試作車両だしこれ。なんでそんなもんで戦場でできてるんだよ。甘いぞ吉田くん。イニシエよりロボットアニメで試作機ってのは勝ちフラグ。つまりそういうことだ。言わんとしてることはわかるか。まあいいや、それよかマジでなんなんだこの車両は。解説頼むぜ。そうねえ。D551、先日スタートしたバトルパスシーズン2の報酬車両の一つです。最近導入されたシステムなのでよくわかっていない人も多いと思うので簡単に解説をば。バトルパスは他のゲームでいうところのシーズンパスに該当するもので、期間中にバトルパスのポイントを獲得、レベルを上げていくことで各レベルに応じた報酬がもらえる仕組みです。表示画像の下に色々並んでるアイテムとかがその報酬ですな。報酬にはブースターやバックアップのほか、一定レベルごとに豪華な車両報酬が用意されています。例えば今回使っていく D551 はバトルパスレベル15に設定されている報酬ですし、その他上のレベルにも色々な報酬車両があります。今シーズンのラインナップはこんな感じ。それ以外にもデカールとか色々あるので気になる人は公式ホームページを確認してみよう。さてレベルはバトルパスのポイントを10ポイント集めるごとに1レベル上がります。ポイントの集め方にはいくつか方法があり、例えばその日の初回ログイン時だったりデイリータスクを完了させたりってなのがあります。しかしそれらでもらえるのはせいぜい1ポイントとかそんな程度なので、がっつりポイントを稼ぎたいのであればやはりバトルパス用のタスクをこなすことでしょう。バトルパスの画面左上にチャレンジというタブがあります。ここを押すとタスク一覧が表示されます。全てのタスクが解放されてるわけじゃなく、レベルや期間で順次解放されていくのでこまめにチェックしましょう。タスクは1つクリアするごとに30ポイントもらえるのでレベルが3つ一気に上がることになります。タスクの内容は比較的簡単なのから50章やライチで7章とか時間かかるものまで色々あります。期間はバトルパスのシーズン中無期限なので内容に合わせてじっくり取り組むのが完了ですな。以上でバトルパスの簡単な解説は終わり。バトルパスのシーズンは2ヶ月以上とかなり長めに設定されているので、みんなも頑張って憧れのあんな車両や機体を手に入れましょう。さて話は戻って今回使っていく D551、 このあまりにも奇怪な見た目の車両は大戦中の1943年にアメリカのクックブラザーズという会社が開発しました。この車両はもともと砂漠地帯のような悪条件での走行を目的に開発されており、その見た目に負けず劣らず足回りのデザインは非常に個性的です。まずはこちらをご覧ください。見てわかる通り D551 はタイヤが8個の装甲車です。ですが内部の構造を見るとドライブシャフトは前後に3つのみしかありません。しかも位置的にタイヤに直結している配置ではないときた。バグかな？いいえ、仕様です。ドライブシャフト部分をクローズアップしてみましょう。もうお分かりでしょうか？実はこの車両チェーンドライブ方式を採用しており、ドライブシャフトの動力はチェーンで連結された前後に輪へと伝達されています。さて、ここで一つ疑問が出てくると思います。前輪がチェーンで接続されているというのであれば、当然タイヤを傾けたりはできないはずです。傾けたらチェーンが外れちゃいますからね。ゲームのモデルは実は間違っていて、他の装甲車と同じタイヤを傾けて曲がるようになってるんですが、チェーンドライブでタイヤを傾けちゃったらどうなるか非常にわかりやすい例にもなってますね。さて、この疑問を解決するにはもう少しこの車両の構造を詳しく見ていく必要があります。わかりやすくするために車体構造の図を用意しました。前後にそれぞれドライブシャフトがあって、各シャフトの前後の車輪がチェーンで接続されてる様子です。そして察しのいい人ならば気づくと思います。この車両は片側2輪、計4輪のボディ台車を3つ並べ、その上に車体を乗っけている構造になってます。電車の構造に少し近いといえば、なんとなくイメージしやすいかもしれないですね。なので早い話、タイヤ自体はボディに軸が固定されてるのでそもそも動かしようがないんです。ボディ台車が下に収まってるって時点で詳しい人はどうやって旋回するのか想像ついたと思います。ではまだイメージがつかないという人のためにボディ台車が車体と接続されている軸を表示してみましょう。さすがに想像つきますよね。この軸を中心にボディ台車ごと傾けることで車体を旋回させます。そもそもボディ台車というのが車体に対して水平方向に独立して動く構造のことを指すみたいなので、電車とか好きな人はすぐわかったかもしれないですね。実は開発ブログでこの子が紹介された時にはしっかりこの構造が再現されてたみたいなんですけどね。運営もこの構造をしっかり把握してるはずなのになぜ本実装のモデルは間違っていたのか。まあいずれ修正されるでしょうし、気長に待ちましょう。さて、この子の面白い点はこれだけにとどまりません。今度はエンジンルームを見てみましょう。ご覧のように、この車両にはエンジンが2機搭載されています。エンジンの2個1なんて他の車両でもやってるし驚くことでもないだろうと、おそらく皆さんそう思ってますよね。私もそう思います。だからこそこの車両には驚いたんです。続いて変速機を見てみましょう。
何か変だと思いませんか？あれ、この変速機繋がってない？その通り、もう一度図で見てみましょう。よくある2個1エンジンというのは馬力の低い複数のエンジンをまとめて、一つのシャフトを強力して回すことで出力アップを目指すというもの。しかしなんとこの車両にはエンジンが2つあり、変速機もそれぞれのエンジンに1つずつあるんです。前後のドライブシャフトをそれぞれ別エンジンで回しているという不思議な構造です。前後の動力系統を全く別にするのには何か意図があったんでしょうか？前後のタイヤで別々の方向に動かすため、それとも整地では前か後ろのタイヤだけ動かして燃料節約のため、もしかして私が詳しくないだけでこの手の車両ではこういう構造は普通なんでしょうか？少し自信がなくなってまいりました。いずれにせよこれまでゲームに登場した戦車にはなかったタイプの車両なのは間違いありませんね。さて続いては車体上部構造について。とはいえこっちは見た目がすごい以外はごくごく普通なので足回りほど面白くはありません。車体上部は厚さ 6.4 ミリの構造溶鋼で全周覆われています。気をつけなければいけないのは材質が通常走行に用いられる均質圧延鋼板ではなく構造溶鋼であること。構造溶鋼は雑具箱やサイドスカートなどあまり防御力を重視しない箇所に用いられる鋼板です。要は均質圧延鋼板よりも柔らかい鉄板ってことで、ゲーム的には均質圧延鋼板の半分の走行という判定になります。つまりもしこの走行が均質圧延鋼板だったなら字面通りの 6.4 ミリ走行になりますが、構造溶鋼なのでその半分の 3.2 ミリがこの実走行ということです。アメリカにはすでに M56 という走行が存在しない戦車がいましたが、あれですら車体は構造溶鋼15ミリだったのでそれよりもぶっちぎりで薄いってことになりますね。これだけ薄いと7ミリ基準ですら防げず、容赦なくぶち抜かれます。まさかソ連の GAZ トラックで走行ぶち抜いて倒せる車両が来るとは、夢のようですね。まあ7ミリ基準の加害なんてたかが知れてるので抜けるとハエ倒すのは結構苦労しそうですけど、手法は見ての通り車体正面に限定旋回式に搭載された76ミリ砲、見た目は完全にカブトムシのそれですね。搭載してる76ミリ M7 戦車砲は M10 とかに搭載されてる76ミリ砲と同じもの。使用砲弾も当然同じで主力の APCBC は最大貫通149ミリでこのランクだと十分な数値。充填されてる作薬も 65g とたっぷりでワンパンも十分期待できるでしょう。砲の取り回しについては左右の車角が9度しかないのでうまく車体の向きを調整する必要がありますね。その代わり俯瞰に関しては10度とこの手の車両にしてはかなり取れる方。地形適応能力は高めなのでうまく両線を活かして戦いたいですね。最後にリロード速度、デフォルトで 6.5 秒と結構早めで、乗員育成をすると5秒にまで縮まります。ポンポコ砲弾を打ち込めるので単純な打ち合いには結構強いですね。さて、性能解説は以上ですかね。見た目の奇抜さ以上に扱いやすい性能にまとまってる車両だと思います。バトルパスの報酬車両として、頑張って手に入れる価値がある車両なのかどうか、実戦で見せてもらうとしましょう。いや、この走破性能を、わずか13トンの車体に296馬力の強力なエンジンから繰り出される出力重量比 21.6 の実力よ。さらに最高速度は前進80キロ、後進も54キロとかなりの快速。そしてこの見た目に黒いツヤツヤな表面。そう、これはまさしく、ガキグカブトムシと言いなさいカブトムシと、自慢の足で傘つき、自慢の角で敵を吹っ飛ばす。これぞ昆虫王者の姿よのう。なんだいきなりそんな説明一等で、あ、もしかしてさっきの解説で足回りの性能解説まではしてなかったか。黙れ。解説をっぽいって差し上げますわ。せっかくバレないようにそれとなく足回りの解説してたのに、まあいい。とりあえず瞬速生かしてここまで来たが敵いなさそうだな。もう少し場所を変えてみますか。すでに他の味方がかなり敵陣に踏み込んでるみたいだが、大丈夫なのかあれ。さすがにあっちまで行くのは怖いのでこのまま横にずれてく感じで場所移動。お、でもなんか結構うまいこと敵の側面取ってるっぽいな。なんならおこぼれもらえるんじゃないかね。この辺でいいか。どこかうまいこと敵が狙えそうな場所は。普段この辺りあんまり来ないから地形がよくわからん。この先が A 拠点だな。何かスポット入ったな。車線は通ってるような通ってないような。おっと、発砲遠隔に撃てるな。車体の向きを変えてっと。よし、こんなもんか。あれなんだろう、先っちょだけ見えてるか。とりあえず撃ってみればわかるだろ。そこだ。命中、あれはダムちゃんだな。もうちょい下なら操縦手までまとめて持っていけたな。もう一発。さすがに当たらんよな。まああれは一旦放置だ。それよか近くに敵の重戦車の反応だ。やりに行くぞ。敵はドイツイギリス。重戦車ってことはまあ多分トラちゃんだよな。ちょっと待て。あれは痛いか。イギリスの巡航戦車だ。車体の向きをぐえっと変えて狙って。そこだ。あや、味方が敵に仕留めたか。まあいい。倒せたのであれば OK だ。それよか早く移動しないと。さすがにこんなところに留まってたら命がいくつあっても足りんぞ。さて間もなく敵重戦車の背後だ。こんなに大胆に裏取りすることなかなかないからドキドキだなこれ。おっ、ガクッときた。うちの回線悪いのかあんまり通信が安定せんのよな。ってなんかいるやん。死んでる。まあいいや。さっさと次に行こう。見つけた。トライスか。狙って。そこだ。あ、よしさんそこで外す。なんで最後にあんな跳ねるんや。まあいい、弾はすぐに入る。命中、構えつこうと回収。あれ、なんか思ったことダメージでないな。そうだ、そのまま側面を向けろ。おかしいな、一
くもなら車体部分ごと求めてやれるんだが。あ、あれ、マジか。車体側面でもダメか。いいね、結局味方に切り取られちゃったよ。おかしいな。いつもならもう少しサクッと切り取れるのにね。減ってるんじゃねえかこの砲弾。それもそうだが、さっきのシーンで初弾外す方が俺はびっくりだよ。いやー、極限までは敵に照準しっかり追求してたからか。いけると思ったんだが、おう。被弾、十字方向。被害はなしだ。まずは敵の姿を確認するぞ。あ、これか。チャレンジャーだな。ワンチャン射撃間に合うんじゃね。ズリズリっと前に出て。いや、敵の砲弾も早いのこれ。ぐっくん。操縦士がやられた。バンジキューズか。お、でもこれもしかして。そうだ、移動と速度払いおかげでなんとかなったぜ。敵はまだ装填中だ。逃がすな。ちょっと車体を前に出して。チャレンジャーできた。今のも危なくなかったか。ギリギリ車体壁に刺さったけど下手したら外してたぞ。超人が相手するようじゃしないんじゃこの子。まあいいや、次は落ち着いて狙ってくれよ。味方のそばに重戦車がいるらしい。手こずってるみたいだし、助太刀に行こうかね。さて、この辺だと思うが、反応的にそこの岩裏か。いや、これじゃねえか。落ち着いて狙って狙って。じゃあ次7撃破。さて、また他にも敵重戦車の反応だ。どうやらこの両線の後ろみたいだな。ちょうど味方と落ち合ってる。回り込もうかとも思ったが、これなら側面取れそうだな。バッチリだ、今度こそ。オーケー、課題一撃破。やっぱり側面に立たれば基本は痛いだろうな。と、もう一人無限。車体の向きを合わせて。逃がすか。そこだ。命中、いい当たりだったか、ワンカウントはいかなかったか。今度は敵が後面に集まり出してるな。急いで援護に行こう。さて、こっちから敵の気配がするぞ。いたいた。あれはアハトトラックか。と、その横にはアベンジャー。まずはアベンジャーから。アベンジャーどっか。次はアハトラだが。アイクック75ミリ砲でハンドレイクするって、とりあえずエンジンに一発。ダメっぽいな。ハンドレイクしないや。それで2台のアイクの砲弾に打ち込んでやるぜ。これならさすがにこれだろ。グッドデイ。おっ、マジか。あんな大きな場所に2台ぶつけてもダメか。さすがにバレたっぽいし、反撃も怖いから報酬を狙って。ここだ。ようやく倒せたか。即時砲。奥にも何かいるわけだ。さっきちらっと見えてたぞ。砲塔形状はシャーマンのように見えたか。なんだお前、こんなやつまで残ってたのか。撃破でおっとピンと撃破。さて、いよいよ本命だが、重戦車のマークが出てるな。まさかジャンボとか言わないでくれよ。いや、今回の敵はドイツイギリスだからジャンボはないだろ。しかもこの連続してばらまくスモーク。イギリスも何かじゃないかね。うん、スモークが邪魔で何も言えない。む、味方の攻撃が命中、そこか。当たるわけないだろ。こんなの突撃だ突撃。そうだな、スモークで敵が逃げるつもりならこちらもそのスモークの中に突撃するのが礼儀というもの。あ、その前にこのスモークって人体には無害なんだよね。もろオープントップだから吸い込んじゃいそうなんだけど。てかスモークの敵死んじゃったよ。チャーチルだったか。よくシャーマンで抜けたな。さて、足を生かしてまたぐるっと戻ってったぞい。敵の反応あり。何かいるかな。お、4号戦車発見。狙って狙って。命中、4号戦車撃破。周囲に他の敵は大丈夫かな。おう、さ、早速横に敵がいた。く、やめろ、機銃を俺に撃つな。ふうふう、危ねえぜ。たく、味方がすぐそばにいるってのにその警戒をかいくぐってくるのは何者だ。あれか、排気煙確認。何かはさすがにわからんかったけど、逃げてきたってことはそんなに強いやつじゃない。さすがに素直にケツを撃ってくるとは敵も思ってないだろうし、案外いけるのでは。この子結構タフだからワンチャン撃たれて耐えるはず。さあご覚悟。いやあ、そりゃそうなんだろ。ね。まあやられちまったもんは仕方ない。ブラックアップで回復した。拠点を誰かが踏んでるらしい。この後に及んでまだ拠点を取り替えてると思っているとは。承知千番。狙って狙って。メイキン、テモゲンテ撃破。なんか久しぶりに見た気がするな、あのシャノン。テモゲンテ君はあんまり人気ないもんな。さて、次だ。敵率に軽戦車が映ってるな。味方が撃ち合ってるみたいだし、うまいこと側面に回り込めれば撃てるんじゃないかな。お、そこか。ここの丘を登ればいけそうだな。続いと。その崖の上か。微妙にこっちからじゃ見えないか。しかもマップに映っちゃったし、一バレしたんじゃ不意打ちはできそうにないな。場所を変えよう。バックでそのままぐいっと下がって。でも、うちに出てきてるじゃねえか。アップな。味方ナイフ。
やっぱり耐震的率に突っ込むなんて無茶はするべきじゃないね。危うく返り討ちに遭うところだったよ。ここはもうおとなしく引いて別な攻め方した方が良さそうだね。ここで車体を反転させてっと。さて、行きますか。ってなんだお前、あぶん。どっから湧いてきたんだこいつ。ほいっと、てなわけで9キル3足3ですで。かーきましたー。あの後チャーフィーと M6A1 で出撃して追加で1キルしたんですけどね。まあそこまで面白い感じでもなかったのでカット。本日主役の T55A1 でのスコアは8キル3足でしたとさ。まだ使用開始10試合程度ではあるんですが、特徴がはっきりしていて扱いやすい車両ってイメージですね。足回りよし、火力よし、地形適応能力よし、見た目の奇抜さからは考えられないくらい強い車両だと思いますね。ただ一つ難点を挙げるとするなら、左右の車格狭い点ですね。左右にちゃんと動くならそうでもないだろって最初は思ってたんですが、せっかく敵を見つけてもこの車格の狭さで手間取って取り逃すってシーンがこの試合でもちらほらありました。思ってる以上にこの狭さが足を引っ張る車両だなって印象ですね。ただまあ、性能的にはそれ以外は文句ないのでバトルパスの報酬としては十分だと思います。もしバトルパスの購入で迷ってる方はぜひこの動画を参考にしてもらえればなって思います。それでは本日はここまで、また次回お会いしましょう。ダバ。